演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、チャンネル登録よろしくお願いします。こちらカルビのカルビックカルグラとカルグラとこちら松本清限定商品グラノラブロックバナナ味を食べたいと思います。松本清、自分の住んでいる都道府県にも随分ようやく1店舗できたところだ。その1店舗に行く手がなかなかなくてなんたんですけど、今回ついに行きました。そして買ってきました。こんな限定商品と言われてるんですね。もっと早く会いたかったわ。バナナ、しかもバナナって大好きだし。ではこっちのせっかく見つけたバナナ味から食べていきたいと思います。こんな感じなんですね。なんかなんて言ったらいいんだろう、どっかで見たような外見なんだけど。ではいただきます。さっくり軽いのはいいんだけど、味がいま一つ伝わらないな。もうちょっと強く切れよ。はい、次はこちらカルビッツのフルグラ。フルーツグラノーラ、以前何種類か食べたことあるんですけど、これはそれがこういう風に塊になってるってことですね。ちょっと見えにくいですか。ではいただきます。こっちは少し固めかな。その代わり甘じょっぱさもくるね。こういうのがいい。どちらも一口サイズで口の中に入れて後に噛むとサクサクとした食感を楽しみました。こっちのは若干軽いですね。こっちはちょっと歯応えがある、そんな感じです。ただこっちはバナナの味がそこまでしなかったような気がしますね。一方こっちはドライフルーツの甘酸っぱさもあるので、味を求めたらこっちの方がいいですね。本当に手軽にサクサク食べたいならこっちの方がいいと思います。まあどちらもそれなりに個性があって美味しかったですが、ただやっぱりシリアルなのか、食べてるうちにだんだん牛乳が欲しくなってきちゃいますね。なのでこれを片手に牛乳飲みながらっていうのがいいかもしれませんね。まあ、やっぱりシリアルと牛乳の相性ですが、改めて証明されたような気がします。で評価はどちらもこちらの点数とさせていただきます。牛乳本当にすカタツムリ、サラリーマンの足元やカタツムリのような歩みでも生きていけるような世の中になったらいいのかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。永遠。